待ってはなしだ柱馬まずいこのままでは黙遁黙分身の術。やるぞサスケ。あれってば木陰のおっちゃんたちか。三人でやる気か。ああ、まずは先代様たちが分身体で様子を探る。今、俺たちに重要なことは相手をしっかり分析することだ。やるぞ扉間、サルトビ。おお。力を手に入れたのだ。これは失敗のない世界。背負い、お前たちはなぜ否定する。それを知らせがある手は人にな。人は考え、悩む、失敗することで成長する。その先にあるものじゃ。ではその失敗の中で二度と取り戻せないものがあるとしたら、もう一度やり直しを望む。失敗は許されない。この世界では。サルよ、ジャンプは見えているものが違う。話は違う。お前がこうなってしまったのは神奈京に送り込んだわしのせいでもある。許せ、オビトよ。今さらなんだ。詫びなら希望だ。この手から失敗していたんだ。この世界で、あんたはそれに気づかせてくれた。ただ、それだけだ。そこを背負う火影の拳が、これほど軽いものだったとは。ごとん！大炎丸の術！世界にあだなすのなら、容赦はできぬ。しびれる。この戦いまだ終わらぬ。なるほど、この体十尾が入っている分すり抜けはできないか。だが何の問題もない。あれだけの攻撃を受けて平然と。お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただ、まずい、過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴の背にある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。あ、そっか、そうだった。しかし、あの男、厄介な相手だぞ。俺は今、忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは、火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか。
先生、あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。木の葉の誰より、忍界中の誰より、オビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。Thank you.